はい、こんにちは、入江くんです。いつも動画ご視聴ありがとうございます。キノコ伝説やっていきましょう。はい、今日はなんとメンテナンス情報、アップデート情報が来ておりましたので、その話をしていきます。はい、3月8日にメンテナンスがあるみたいです。今日何日 ?3 月7日だから明日だね。明日、3月8日金曜日の午前4時から6時にメンテナンスに入ります。で、その時はゲームプレイはできません。とは書いてないですけど、まあ普通はできないと思います。ゲームプレイ時間は合理的にご計画ください。これちょっと海外ゲームだから、まあこういう言い方になるんですかね。はい、メンテナンス終了後、何これちょっと難しい漢字やめて。小学校2年生以上の漢字やめてくれません？ダメ？保賃でいいのかな？合ってる？保賃を配布してくれる？保証をどっち？保賃か保証だと思うんだけど、どっち？コメントで教えてくださいね。保賃か保証か。いや、お前わざとだ。いや、わざとじゃないよ。こんな漢字見たことないんだもん。でしょ？見たことありません。はい、メンテナンス終了後、補賃を配布いたしますので、引き続きゲームをお楽しみください。運営様、補賃ありがとうございます。はい、それではアップデート内容を見ていきましょう。期間限定イベント、逆転の戦い。8日のメンテナンス後から3月14日まで。勇者様は道具を使って異なる戦闘特性。まあよくあるしょうもない、まあしょうもなくはないけど、まあよくあるミニゲームですね。はい、こんなのはクリアできない人いないね。大丈夫ですね。はい、次なんですが、画面は外国語版のキノコ伝説に切り替えております。キノコ駐車場が登場。これ、数日前、入江くん、これね、動画出してます。はい、この動画はもう皆さん見ましたよね。見てない?なんで見てないの?もう最初から説明できないよ。もうこの動画で全部わかるから後で見といてください。はい、それでは軽く説明します。キノコ駐車場が実装されます。サーバー開放日数が10日目に到達してる方。なんかコメントとか見てると、白子のガチャとかかな?なんかガチャが画面にないとか言う人いるんだよね。多分ここら辺の問題じゃないかなと思います。ですので、このキノコ駐車場も、10日未満の方は画面に出てこないと思います。入れないと思います。はい、遊び方なんですが、各プレイヤーの駐車場には4台分のスペースがあります。これ画面に4台マウント止まってますよね。これ僕の駐車場なんですよね。で、他の方が止めに来てます。ですので、皆さんもね、この駐車場1つもらえます。はい、そして次に自分が止める場合、プレイヤーは開放したマウントを同時に最大5台、自身を含む5人の異なるプレイヤーの駐車場に駐車でき、駐機と書いてありますが、まあ駐車と言いますね。これはどういうことかと言いますと、自分もね、他の人の駐車場に止めに行くの。で、それが5台まで止めていいですよと。もちろん自分のところにも1台止めれるよ。けど、合計ね、5台のマウントを止めることができます。これ上に、5台、これ今止めてるんですよね。ですので、マウントを5つ開放していないとダメです。ガチャのマウントとか持ってなかったら、とりあえず飛行機のマウントまで開放してれば、フルに5台ね、止めれます。皆さん大丈夫ですよね。いつも言ってる通り、飛行機まで開放されてますよね。してない?なんでやってないの?入江くん動画で何回も言ったよ。無課金でも福袋とかに貼り付いたら、ゼンマイ買ってね、マウントを開放できるんだから、頑張ってくださいよ。はい、そして駐車するとコインが手に入ります。キノコなんとかコイン。まあ、キノココインを獲得できるんですよね。で、このキノココインは商店で駐車場の外観や次元バフなどの報酬と交換できますと。はい、こちらですね。いろいろなものがあります。上が次元バフかな。で、下の方が外観ね。置物とかね、駐車場入江くん雪っぽくしてますが、そういうね、装飾ができると。はい、そして駐車すると時間経過で増えていく改造ポイントが獲得できる。対象マウントの改造レベルが上がると追加の性能加算を得られます。この商店で使えるコイン以外にもマウント改造ポイントがもらえると。でマウントを改造すると、性能が上がったり追加の報酬がもらえます。はい、そして公共の駐機場駐車場を選択すると収益はさらに高くなります。ここね注意が必要です。なんかね収益が高いのポイントがね。けどね、僕ね海外版でいつも置いてるんだけど強い人に場所を奪われてます。他のプレイヤーの駐車場に止めるとね、そこの、所有者さんに守ってもらうっていうボタンがあるんですよね。ですので強い人に守ってもらえるんだけど、この公共のスペースはねなんか守ってもらうボタンがないから多分強い人にすぐ奪われると思います。日本版どうなるか分かりませんが、一応ねこの公共の駐車場はちょっとご注意ください。はい、また日本版の駐車場が出た後に、まとめた動画を出しておきます。はい、次に懲役順位戦が実装されます。これはね、今 PVP あるんですが、今は同じサーバーの方のみですが、これは懲役なので、サーバー間を超えた PVP となります。このゲーム、サーバーが数百とかあるから、イレクのキャラ見たことないでしょ、皆さん。けど、ここなら稀に見るかもしれません。イレ君より強い人を殴らないでね。やめてね。弱い人は、イレ君より弱い人はこれ、殴ってくださいよ。お願いします。で、今これ、海外版は順位を決めてるのかな ?1 回、ラウンドが終わって。で、これ、いろいろ書いてありますが、簡単に言いますと、1つのグループはだいたい50人かな ?50 人で争います。数日間ね。で、数日間終わって、上位3分の1が上のランクに上がります。で、真ん中の3分の1、真ん中の人たちは同じランク。で、下の3分の1が下のランクに落ちるみたいな仕様です。はい、ここにも焦点があるんですが、ここにね、なんか大事そうなものありますよ。一番下。この後ちょっと説明しますが、覚醒で使うやつですね。左側。で、右側、昨日動画でも言いましたが、武魂の赤いやつ。これもね、多分大事なんだと思います。僕、海外版持ってないから、ここでもう取りたいですね。はい、これが大事ということを覚えておいてください。またね、日本版出た後動画で言います。はい、そして左のキャラのスキルの横にね、覚醒というのが実装されます。職業覚醒は勇者様がレベル120で、解放されると。とは書いてあるんですが、僕ね、これ、海外版レベル117なんですよね。すでに解放っぽいんだけど、これは解放じゃないんですかね。プラスのもうパーセンテージとか出てね、レベルとか上げてるんですけども、覚醒のレベルね。ここら辺ちょっとわからないんですが、まあ、このプラスのパーセンテージが120に、レベル120にならないと、効果が乗らないんですかね。で、覚醒は周りに6つぐらい項目あるんですよね。通常攻撃のダメアップとかかな。で、それを全部開くためにはこれが必要なんですよね。覚醒の素材。これね、これさっきの、サーバー間の PVP の焦点にありましたよね。ですので、あそこで頑張ってこれを手に入れるということです。で、この巻物みたいな素材、たまになんかで見るでしょう。これは、覚醒のね、項目のところを強化する素材です。これもね、大事なものです。はい、他の追加は属性比較、属性比較機能を追加なんだって。で、モーメンツにブロックと通報機能を追加だって。イレ君を、通報しちゃダメですよ。ね。お願いします。はい、ということでして、明日アップデートがありますので、軽くね、どういうものかを紹介させていただきました。本日は動画ご視聴どうもありがとうございました。毎日動画出しておりますので、もしよろしければチャンネル登録お願いいたします。高評価励みになります。お願いいたします。そして Twitter @ イレクン8のフォローもお願いします。それでは次回の動画か生配信でお会いいたしましょう。